おはようございます。釣り子 TV です。ファットラボから登場の根こそぎる。これがですね、店頭で一つ買うことができたので、早速開封していきたいと思います。なんとかギルとかですね、ギルなんとかとかそういった名前がついてると、ついつい欲しくなっちゃうんですよね。今年も房総のリザーバーたくさん行きまして、で、特に、トズラッパラダムとか、あと三島湖ね、ああいったところで、まあ、ギルを変色しているであろうバスを狙うと結構大きいね、腹がもうパンパンの巨大な魚が釣りやすい、比較的っていう感じを感じたので、まあね、新しいギル系っていうのが出たらファーストインパクトっていうのもあるかもしれない。とりあえず買ってみてね、投入してみたいな。時期的にはもうだいぶですね、11月を回ってね、ギルも沈みがちな日が多くなってきましたけども、何やらね、説明見るとちょっとそういう冬場の少しね、下にいるギル食いを狙うなんていうコンセプトもあるみたいなんで、非常にですね、気になって買ってみました。で、カラーはね、3つぐらい選べたんですけど、これすごいね、妄想ギルっていうね、すごいね、いい感じの名前、妄想ギルっていうカラーがね、買えまして、まずはじゃあパッケージから見ていきます。あ、すごいね、どんなルアーか分かりやすいで、ギルね、もうね、遠目で見てもうなんだこれと思ってね、店頭でね、すぐね、手に取りやすかったなということで、横はこんなですもん、根こそギルかっこいいな、なんか。で、後ろにはね、説明書きが書いてありまして、はい、じゃあですね、ニオンスクラスっていうことなんですけども、早速開けていきたいと思います。細切る、はい、あ、思ったよりね、出してみるとコンパクトですね。後ろの方がこう、なんていうか、寸詰まっているので、非常にですね、こんな感じの見た目ですよ。なんかね、キュッとまとまっていてかっこいいですね。はい、じゃあ早速出してみたいと思います。ニオンスだからね、ズシッときますが、まあ、最近のね、ジャイアントベイトとかね、あとジョイクロマグナムシャクワンとか、なんかいろいろ大きなルアーが非常に多くなってきたので、そんなにね、あ、これはでかすぎだ、怖いな、釣れるかなっていうよりも、なんかね、ほんと関東なんかでも使いやすそうなサイズ感なんじゃないかなね。このリップはプリンとしてるけどね、ボディはね、全然そんなにめちゃくちゃ大きいっていう感じではないので、どうでしょうか。結構ね、使いやすそうなサイズ感ですよ。じゃあね、ちょっとフックを解除、ボディに傷がつかないようにしっかりね、フックがこう結ばれてました。針がね、ここに書いてあるんですけどね、龍儀のこれいいやつがね、最初からついてくれてるっていうことだと思うんですが、もうピンシャンの針ね、ちょっと触っただけでこう皮目にこうスーッと入っていっちゃうの、非常に危険な針が、最初から標準装備でついております。ありがたいですね。で、この大きなリップで、ジョイント部ね、まあこれね、動画でもね、見てきたんですけども、ここが一つの連結なんですよね。ジョイクロとかだとこう2つとかあると思うんですけども、根こそぎるね、これこの一つのパーツで連結しているんで、横の動きはもちろんですけど、若干こう縦のこういった動きも出るんで、結構ねルーズに。これがね、肝みたいなんですけども、このね、連結によってちょっと優しいクニャ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 したね、動きが出るっていうことですね。あ、で、ここら辺もね、後ろがこうストンとねなっていて、アイがこう下から出ているんですけども、結構こういうやつね、
岸にねタイトに投げた時にバチコーンってぶつけてね愛が曲がったり、あとまあ浸水そこから始まったりとか、ある場合もあるんですけど、これだったらね結構果敢に厳しいとこにも投げ込みやすいのかなってね。で前から見るとこんな感じ。あ、カラーリングもね頭にこのねマーキングシールとか貼らないでも最初からどこにいるか、分かりやすいですね感じで、塗装されていて、で背中に猫背ギルって書いてありますね。で琵琶湖ね中心で盛り上がりを見せているっていうイメージがあって、まあ例えばこれなんかもこのでかいリップでウィードとかを避けて避けてクニャクニャボンって感じで食わせるっていうね、そういった感じで説明されていたんですけども、最近ね三島湖とかで試しているねギルパターン、ギルクイバスを狙うパターンっていうのにドンピシャに使えそうだなっていうのがあって、ですね、まあ、ちょっと今まあ寒くなってきたんで位置は変わってるかもしれないんですけども、やっぱり冠水ブッシュね、水中よく見るとあここ木があるんだななんていう冠水ブッシュにそのジグストであるとか、まあいろいろな釣れ線のね、まあ、ギルシルエットでも普通のネコリグ入れたりいろいろしてるんですけども、そういったところにこう枝ぶりに例えばこう引っ掛けてジャストサスペンドぐらいな雰囲気で中性浮力でこうやってクニャクニャなんて誘ったら多分下から食い上げてくるんじゃないかなね。普段ねワームとかでやってるんですけども、トリプルフックむき出しので考えると、あのギルフラットスイマーね、ギルフラスイマーを使って狙うとね結構ね大きなその手のなんだろうストラクチャーについてるのがうわって出てきてバクって食うっていうね、こういうパターンがあるんですけども、その時にね例えばああいうスイムベイトだとこのリップがないからそこまで果敢に攻めらんないんですよね。こう目に見えてるぐらいの距離でショートピッチでね打ち込んでいって揺すってこうやっていきたいんですけども、さすがにねこのリップがなくて強力な針がついているんであんまりタイトにその木に絡ませられないね。そういった時にこれであればねこう枝に引っ掛けてふんふんふんぬぽっていう感じでズバッって感じでね口開いてくれるんじゃないかなっていうことで、まあ暴走のリザーバーでね、自分のよくしてるあんまりむやみやたらい投げるとね根がかってこの大切なルアーすぐなくなっちゃうかもしれないんで、ここはってね今年まあ例えば減衰してるタイミングでこれはって見つけておいて、ちょっと水位が上がってあそこにあのいい木が沈んでるんだよなとかね、そういったところでね投入してみようかなとかね思っております。で後ろに基本の使い方が書いてあるんで、あこれねあの根こそぎの DSR とかですねトリプル X とか根こそぎのも書いてありますね。どこら辺のレンジを狙うんだよっていう風にですね各ルアーの書いてありますけども、根こそぎるは結構ね上から下まで、まあ、ウエイトチューンとかによっていろいろ攻めれるよって、こういったこのピンク色のが根こそぎるのね有効狙いたいレンジっていうことみたいですね。じゃあね後ろ説明書きね書いてあるんでちょっと見ていきますが、中層ボトム付近を漂うファットラボのギル型ベイト、今や冬の定番となったビッグベイトのデッドスローリトリーブ、年々ハイプレッシャー化するフィールド根こそぎ DSR にさえ連れ出した手強いバスに、ファットラボ的ギル型シルエットの異なる波動が新たにルアーローテーションの一手に。ノーマルでは中層レンジを引きやすく、ウェイトを張り足すことによりボトム機をよりタイトにデッドスローリトリーブできるというわけで、ここにも書いてあるんですけども、今や冬の定番となったビッグベイトのデッドスローリトリーブっていうことでね、まあ、琵琶湖中心に非常に盛り上がっている釣り方だとは思うんですけども、近年ね関東でも本当ね冬場にあのダム湖とかでこの手のやつを投げ切ってね巨大バスを狙うっていう釣りがにわかに注目を集め出していますので、あの田辺則夫さんがね動画でねマグナムクランクで超巨大な亀山バスを釣るとかね記憶にも新しいですけども、あんな感じでまあ投げ切ったらシャローにまだ居残っているですね
強力な強い個体をですね一気に引き寄せるね、こういった釣りの時も使えるんじゃないかなということで、まあチャンスがあればね冬はね積極的に投げていこうかななんていうふうに考えております。まああとね、まあなんていうかこの平たいシルエットでこのでっかいリップですからね、あのちょっと違いますけどね、冬場のこの白パターンでシーバス狙うでっかいのいっぱい釣れるんですけども、そんな時もねちょっとね投入してみようかななんていう風に考えております。ではでは、次はですね重さね、重さ測っておきたいと思います。まあニオンスって書いてあるんで、グラムで言うと何グラムでしょうか。57.2g ね。最近のロットだとねいろいろ、まあ、3オースぐらいまでしょえるようなんていうロットもねいっぱい出ていて、いわゆるそのジョイクロを使いやすいような強さのパッテですかね。で、まあ、あとはアクションをクイックに刺したかったら硬いさを、泳がして乗せていきたいときは、まあ、ちょっと柔らかめの穂先が入ってるさとかね、そこら辺で使い分けていくのかななんていうふうに思いますが、まずねちょっと手持ちのいろいろなロッドで投げてみてね、ぴったりなやつ絶対あると思うんで、それでね、まあ、ぜひ魚もねかけてみたいななんていうふうに考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はですねファットラボから新しく出たですね根こそギル、これを開封してみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。